武田総閣昭和18年4月25日明治、戸籍、現在戸籍は、万、ま、延元年生まれは、日本の武術家。武後は、源正義。大東流愛機柔術の実質的な創始者。藍津藩士、武田総吉の次男として、道の区国川沼郡藍津番下町で生まれた。母は、黒高知県機の娘、富。総吉は、宮津門の力士で、 剣術にも秀でていた。総角は、幼少期から父に、相撲、柔術、宝蔵隠流創術を、渋谷東馬に尾の配置登流剣術を学んだ。剣術、柔術ともかなりの達人であったらしく、合図の商店具と称されるほどの実力を持っていたが、学問には関心を示さず、いたずらが過ぎて、寺子屋から追放された。歳の時、父を説得して上京し、 父の友人であった直進陰流剣術の坂木原、鍵吉のうちで死になった。東京府内の各剣術道場で多流試合を重ね、剣術のほか、棒術、僧術、薙刀術、鎖釜術、休術,術なども学んだ。十代後半の時、兄の武田僧勝が若くして亡くなったことにより、武田家を継ぐために呼び戻されたが、家を飛び出して、 西南戦争の最後を高森軍に身を投じようとした。しかしかなわず、西南戦争後は九州を皮切りに各地で武者修行した。明治21年、福島県藍曽番下町で今と結婚し、明治22年に長女ル、明治24年に長男胸清が生まれた後は、また実家を出て、放浪の身となった。明治36年、 北進一東流の剣豪、下江秀太郎と剣術の試合をして、勝ったとも引き分けたとも言われる。一説によると、明治三十一年、両前神社の宮事をしていた、星名殿もから、剣術を捨て、愛奇忠術を世に広めよとの指示を受け、剣術の修行を止めて、大東流愛奇忠術の修行を始めたというが、この伝承史については、近年の武術史の研究と調査で、 ほぼ否定されている。総格は、生涯、道場をもっての教授を行わず、壊れれば、どこにでも出向き、年齢、出身、身分の差別なく大統領愛機従術の技法を広めた。明治31年以降については、英明録と謝礼録という記録が基調面に付けられているため、いつ、どこで、誰に武術を教授したか、かなり詳細な記録がある。また、 全国暗夜の最中に、様々な多流事案やの事案を行い、大統領愛機従術の実践性を証明した。明治37年、北海道を縄張りとし、カラフトから東北六県、新潟から東京まで勢力を伸ばしていた丸木組を単独で制圧する。大正4年2月、総格の門人、吉田光太郎により、上島森平が入門。昭和年、海軍大将。 竹下勇が実は雑誌に武田総格武勇伝を発表。昭和5年夏、東京朝日新聞記者、大阪与一が取材。今都伝と称する紹介文が新聞に掲載。昭和11年4月20日、埼玉県浦和警察署で講習会を開催。昭和11年夏、大阪朝日新聞社の武道教授に就任。大正元年頃、弟子であった。 山田末と北海道で再婚し、武装、耐え、自衆、栄子、宗光は静か、宗吉の四男三条を設けた。以後、北海道を本拠地とするようになった。そして、太平洋戦争中の昭和18年に、青森県で隠しした。去年84。武田家の来歴、藍津藩での地位、総格の幼少期から、青年時代までの経歴については明確な。 文書記録が非常に乏しく疑問視する見解も多い。一方で、先祖代々同じ土地に土着する家系が多くを占める農村部の地域社会では、地域の出来事は100年、200年と地域住民で苦伝されるため根拠のない作り話も難しい。竹だけや大統領の伝承のすべてが真実でないとしても何か話の種となる事実があったことは、 想像に固くない。故郷合図の調査結果に、親戚の先祖、武田国次軍の母妃、過去長があるものの、甲斐、武田家から来た証拠はない。成果に、宗衛門以前の家系図、過去長は残されていない。祖父とされる宗衛門は父宗吉が生まれる22年、前に死去した墓石がある。母親戦争後、合図藩優秀名簿の父宗吉は、武田聖、力士隊は、 大砲運搬の広報部隊。実母は農家斎藤や生まれの徒派。総格は明治五年新戸籍、現在戸籍も蔓延元年生まれ。幕末は武田姓。明治戸籍から武田姓。身分は農民。総格の妹マンは7歳で失明、双子兄弟の可能性が高い。五伊勢宮は石造りの屋敷神。戸籍の同居人で、 隣の藩主極版、佐藤金右衛門、武芸十八発、藩主護衛役、五式内の柔術の孫娘は、武田の諸婚の妻婚。戸跡に、長女照は、明治十八年生まれ、長男宗清は、明治二十年生まれ。明治八年、柳津炎蔵寺の野配置登竜門と奉能学に、武田修閣、隣の氏族、佐藤忠隆、佐藤家伝記の名前がある。 星名塗りと修行、秘伝を授けられたとされる霊山寺修験道場は、江戸時代以降存在しない。大統領の歴史は、武田家の身分、火災による借金返済、修験道区伝の掟などの事情があり、歴史上の有名人を引用した家宅で、戦前の武術界では珍しいものではない。そのため、武田総閣は、故郷合図で、警察、陸軍部隊など、 武術家に教えた形跡はなく、門人に与えた伝書目録も確認されていない。なお、父から、柔術、構造院流創術を学んだ可能性は低い。小野配置登流剣術は、道場主、渋谷陶馬が、明治以降を教えておらず、師範代、武田善十郎が教えた。平成29年、故郷藍津番下町の人物紹介は、 大統領創始者として高く評価され、地元、子孫から大統領発祥の記念非混流が期待されている。現在、武田や明治古籍がネットに公開、各人物辞典の青年に仕えた。江戸時代には、藩士ではなく、神職や、指南役として仕えたとも言われる。総格の祖父、武田宗衛門は、幕末に、合図藩がろう、最後を頼もにご式内ないと、 陰陽道を教授した。また城内でも古式内を教授したという。京都の土見かどから匠頭の感銘を受けた陰陽師でもあった。送り名は、武老王神霊。名は総左衛門だったともされる。武田宗吉明治39年は、藍津藩士であり、宮相の力士であった。四考名は白井と剣術、宗術、防術、柔術の達人でもあり。 小柄な武田総閣とは違って巨漢であった。武術にも学問にも堪能で、武田屋敷に隣接する最高寺に、寺小屋を開くとともに、自宅の土蔵を道場に改築して、武術や相撲も教えていた。源氏元年の金門の変では手柄を立て、藩主、松平か森から恩賞を受けた。母親戦争には250名を預かる、力士隊の隊長として参加している。合図戦争では、 西郷頼むの隊に所属し、会津藩降伏後は、越後国の高田藩預かりで一年半を過ごした。明治期には、宮相撲の年寄り親方として相撲番付に名が残っている。送り名は、宗吉新礼。武田総勝明治9年は、武術、学業を治めて新職に就いたが、若くして亡くなった。これにより、総格は、武田家を継ぐために、 ア津ズバンゲ町に呼び戻されたが、実家に落ち着くことはなく、放浪のみとなった。実家は総格の弟が継いだため、総格の家系は分家となった。総格の長男、武田創生は、ア津ズバンゲ町に残り、総格から学んだ系統の大統領を教授した。総格の三男、武田と金舟ははじめ北海道警察に勤務し、後に山田水産に勤務。その傍ら、 北海道網走市に大統館を開き、第36代宗家、佐川幸吉から大統領愛記武道宗家を継承した。自習には、後継者たる男子がなく、晩年、体調を崩してから、娘の横山信子を直況家として発表したが、間もなく、大統館は、後継者問題で混乱し、分解してしまった。胸清の創尊、武田宗光は、 現在も藍津番下町で大統領愛機柔術教室を開いている。宗光は、はじめ藍津番下町で、総清志が父の総閣から学んだ系統の大統領を祖父から指導されたが、後に自習やその工程の指導も受けている。自習は、山田水産を定年退職後、網走医師から藍津番下町に通って、宗光に指導することもあった。ありがとうございます。